おはようゴンザレスパラレルです。さあ今日はカルビーの2022プロ野球チップス第3弾のスペシャルボックスを 1ボックス開けたいと思います。ではね、早速箱を開けましょう。はい、このようになってますね。コンソメパンチのポテトチップスが10袋入ってますね。でカードが 10袋ですね。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 はい、10袋入ってますね。ポテトチップスは後でいただきましょう。それではカメラをセットし直しまして、早速ね開けたいと思います。そうですね、目玉は復刻カードですね。掛布さんや古田敦也さん、あとそうですね、里崎さんなんかも入ってますね。はい、では行きましょう。まずはホームランリーダーですね。はい、万波選手ですね、日本ハム。そして早速じゃん、素晴らしい、衣笠さんの金箔サインが出ましたね。裏面こんな感じでね、はい、復刻版になってますね。あ、これはいいカードだはい、では行きましょうかね。はい、はい、で牧選手、愛斗選手、高橋選手、アルカンタラ選手、栗山選手、安田選手。はい、で次ですね、はい、ホームランリーダー牧選手ですね。お、吉川選手が出ましたね、スターカードで。これが、伊勢投手ですね。はい、チェックリストになってますね。はい、これはスターカードのチェックリストですね。はい、ヤクルトからは塩見選手と村上選手が選ばれてますね。はい、石井選手、お、これはベイスターズの今永選手のノーヒットノーラン達成カードですね。はい、エキサイティングシーンですね。お、これもですね、マー君ですね、チーム11連勝で。上原投手、これはチェックリストですね。根尾昂選手の初登板ですね、1軍初登板のカードですね。じゃあ3パック目いきましょう。はい、山川選手ですね。で次が、お、村上選手だ、これはかっこいいカードですね。ここに置いときましょう。はい、マルモレホス選手、東條選手ね、今活躍してますよね、中継ぎでね。はい、お、佐藤選手のルーキーカードになりますね、これね。あ、3勝3敗だったんですね、この頃はね。はい、ルーキーカード、マルティネス選手、浅村選手、増田選手。はい、次行きましょう。はい、中日はビシエド選手ですね。で、お、西勇輝選手ですね。はい、峰井選手、上沢選手、清水投手で、これはチェックリストですね。万波選手ですね、決勝3号ソロね、延長10回ね。で佐藤俊也選手、お、滝沢選手のルーキーカードが出ましたね。はい、はい、じゃあ5パック目です。レアード選手ですね。で、はい、丸選手のキラスターカードですね。北山選手のルーキーカードになりますかね、これね。
松井投手、中村選手、宇佐美選手で、おこれもチェックリストですね。はい、増田投手の150セーブのカードですね。はい、マーティン選手。じゃあ6パック目です。はい、大山選手のホームランリーダーで、大島選手のキラで、モイネロ選手、お石川選手ですね。史上7人目の21年連続勝利達成ですね。おラオウが出ましたよ。和田選手、坂本選手、遠藤選手。はい、岡本選手ですね。それで、はい、レアード選手。おお、山本投手のノーヒットノーランのカードですね。お、清水投手、ウォーカー選手、ガンケル選手、本田仁美選手ね。で、湯浅投手ね、今年ね大ブレイクしましたね。はい、柳田選手ですね。そして松本剛選手ですね。で、長岡選手、メルセデス選手、栗林選手、原樹里選手、山本投手、上本選手。あと2パックですね。普通のカードで全然ね、復刻カードが出てこないですね。はい、次行きましょうか。村上選手ですね。はい、で次が島内選手のスターカードで、伏見選手、島田選手ね、今年頑張りましたね。今村選手、秋山選手、大山選手の1試合3ホーマーで、周東選手。はい、では最後です。杉本選手ですね。で、最後が、高橋投手ですね。お、オスナ選手いいっすね。中川選手打ちますよね、ホームランね。坂倉選手、ポランコ選手、近本選手、最後は大瀬良選手でした。はい、白サイン出ました。ね、衣笠選手の復刻カードで、金サインが出ましたね。はい、でこんな感じですね。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思われた方はグッドボタンを、また開封動画、紹介動画を見たいと思いましたらチャンネル登録をしていただき、次の動画をお待ちいただけると嬉しいです。動画のコメントもね、お待ちしております。それではさよなら。